どうも、ハマチャンネルです。今回はポートレートオブパイレッツワンピースシリーズ2の紹介をしていきたいと思います。シリーズ2は、サンジ、ニコロビン、ウソップ&チョッパーになっております。今回はデレ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 考古学者ニコロビンです。それでは行ってみよう。はい、正面が、こんな感じになっております。アップにしていきますと、ティンガロンハットと、黄色の服といった形になっておりますので、アバラスタ直後といった感じでしょうか。側面が、ご覧のような形になっておりまして、サンジ、ウソップ、チョッパー、ニコロビンさんとなっておりまして、今回はロビンさんいきますよ。はい、背面がこんな感じになっております。こちらもサンジさん、ウソップさん、チョッパーさん、ニコロミンさんと、今回はニコロミンさんいきます。で、いつもメガハウスさん協力使わせてもらってます。ありがとうございます。で、もう片方の横面が、こんな感じの麦わらの一味の、集合写真となっております。こちらシリーズ1と2の、ミックスといった形になっております。これで麦わらの、海賊団です。で、上面が、ご覧のような形になっておりまして、スカイブルーに POP ロビンとなっております。で、底面は、同じく真っ白といった形ですね。で、東映アニメーションさんのステッカーも、しっかり貼られてます。以上で箱のレビュー終わります。ぐるぐるタイムスタート。こちらは初代ポートレートオブパイレッツワンピースのシリーズ2ニコロビン P5 であります。発売日は2004年10月です。価格は3990円となっております。相変わらず安いです。全高は約240ミリです。麦わらの一味の考古学者ロビンの姿を妖艶なポーズで立体化、付属の帽子はかぶせることも可能。こちらは後にネオシリーズの N12 としてもリニューアルされたモデルとなっております。こちら、初期モデルとなりますので、ネオシリーズとの比較動画もまた上げていきたいと思いますので、こうご期待ください。はい、それでは開封いってみよう。まず上面をカッティングしていきます。で、箱を、開けていきます。今回は2番という印字がされております。ここからそーっと箱から、出していきます。はい、こんな感じで、内箱が出てきました。そして今から、台座を取り出していきます。はい、こちら、ロビンさんのカラーである紫となっておりまして、こんな感じになってます。で、箱を閉まっておきます。はい、続きまして、台座を組み立てていきたいと思います。こちらも、初期シリーズになりますので、また、台座と棒と U 字フックといった形になっております。台座ですね。で、こちらが棒ですね。で、こっちが U 字フックです。こちら組み立てていきたいと思います。まずは、穴に差し込んでいきます。ちょっと硬かったですね。で、上の U 字フックも、上からはめ込んでいくといった形になっております。はい、これで、台座の完成です。
はい、続きまして、内箱を開けてロビンさんを登場させたいと思います。まずは、内箱の状態でこんな感じで、配列されております。ロビンと、帽子の2点セットとなってます。はい、横こんな感じになってます。はい、後ろもこんな感じになってます。で、サイドまたこんな感じになってます。それでは、またカッティングしていきたいと思います。はい、これもまあセロハンテープで、貼ってあるだけなので、非常にカットはしやすかったです。はい、横にしながらまあ綺麗に、刃を入れていく感じですね。なるべくこのクリアの容器も傷つけないように、丁寧に取り扱う必要があります。で、手前側の箱を外していきます。はい、帽子が、出てきました。帽子は、まあ、こんな感じになってます。ちょっとピンボケしますけど、まあ、見えますでしょうか。こんな感じですね。白のティンガローハットとなっております。で、こちら、ロビンさんフィギュアを出していきたいと思います。はい、こんな感じです。あ、いいですね。いい感じに、塗装仕上がって、非常にロビンらしい表情となっております。はい、こちらを飾っていきたいと思います。はい、こんな感じで台座の、U字フックのところに足を引っ掛けまして、もう帽子を置くだけですね。帽子を置いて完成となってます。で、綺麗に箱をセッティングして、これでいいかな、いいぐらいですね。はい、完成です。はい、フィギュアを見ていきたいと思います。ニコロミーさん細いですね。スタイルがいい。やっぱり綺麗な感じに作られてます。足の細部から、ズボン、服装、髪の流れる髪と、細部にまでうまい作り込みがされております。このポーズいいですね。妖艶な感じが出てます。ウエストすごく細くないですか。ちなみに、3サイズはバスト99、ウエスト59、ヒップ89のアイカップだそうです。そんなロビンさん、年齢は28歳、大人の色気を漂わしているんではないでしょうか。はい、顔立ちは、こんな感じになっておりまして、鋭い目と、シュッとした鼻と、まさにロビンといった形になっております。流れる髪もうまく再現されております。またこの見えそうで見えないお尻のライン、やばくないですか。これが男性を魅了させるんではないでしょうか。その他の、左手のアクセサリーも細部にまでこだわった作りとなっております。付属パーツはロビンのフィギュアと、ティンガのハット、帽子のみとなっておりました。皆さんいかがだったでしょうか。ポートレートオブパイレッツワンピースシリーズ2ニコロビン P5 のフィギュア紹介でした。ロビンさんの豆知識ですけど、小原の工学者からバロックワークスの副社長になりまして、麦わらの一味の工学者となっております。懸賞金は、この当時で7900万ベリーとなっております。出身地は、西の海、小原となっております。
年齢は28歳、誕生日は、2月6日となっております。身長は188センチ、星座は水瓶座、血液型は S 型となっております。イメージカラーはパープルで、超人系悪魔の実花花の実の能力者で、身体の一部をあらゆる場所から花のように咲かせることができる能力を持っています。皆様ご清聴ありがとうございました。次回は、シリーズ2のウソップ&チョッパーのフィギュア紹介をしていきたいと思います。皆様ご期待ください。それではまた。